今から第47回北海道新聞社杯全道少年ジャンプ大会の開会式を始めます。皆さんおはようございます。小樽市長の狭間と言います。今日はたくさんの皆様、しかもね、全道各地から、こんなにたくさんに、皆さん集まっていただいて大変嬉しく思います。小樽はとってもスキーとはゆかりの深い町なんですね。確かおじさんの記憶で言うと、全日本のスキー選手権大会第1回目は小樽で開かれたし、スキーの冬の国体もこの小樽でね開かれたことが、大変スキーにゆかりの深い土地で、1番竹本優奈さんスタートです。頑張れ。18番ビブナンバー